トレバー・アンドリュー・バウアーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、ノースハリウッド地区出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のロサンゼルスドジャース所属。愛称は、バウアー・アウテージ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校時代は、同学年のゲリット・コールと2枚看板を形成。2011年には13勝2敗、防御率 1.25、203奪三振を記録。大学3年間の通算成績は34勝8敗、防御率 2.36、460奪三振。2011年の MLB ドラフトで、アリゾナダイヤモンドバックスから1巡目に指名を受ける。全体1位はコールで、同一大学からドラフト上位3位以内に2人が指名を受けたのは33年ぶりだった。7月15日には、その年の最優秀大学選手に贈られるゴールデンスパイク賞を UCLA の選手としては初めて受賞した。7月25日にダイヤモンドバックスと契約金$340万、最大4年$445万のメジャー契約で合意。7月30日に傘下の A 級バイセリアローハイドでプロデビュー。8月14日には AA 級モービルベイベアーズへ昇格した。2012年の開幕前にはベースボールアメリカから球界全体で9位の有望株とされた。6月28日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューを果たしたが制球難に苦しみ4試合でマイナーに戻された。この間に捕手のミゲル・モンテロのリードを公然と批判したり、コーチらの指導に聞く耳を持たない態度が問題視され、オフにはトレード候補として名前が挙がるようになった。2012年12月11日にシンシナティレッズも含めた合計9選手が動く三角トレードにおいて、クリーブランド・インディアンスへ移籍した。2013年5月13日2013年も前年に引き続き、先発として4試合に投げたが、防御率 5.29、自己ワーストのホイップ 1.82 を記録するなど、前年からの不振が続いた。2014年、インディアンスの先発ローテーションの一角に定着し、26試合に先発で投げた。規定投球回には届かなかったが、防御率 4.185 勝8敗という数字を残したほか、8.0 を超える。奪三振率もマークし、飛躍のシーズンを過ごした。2015年、フルシーズン先発ローテーションに入って投げ、規定投球回に達した。成績はリーグ最多の79四球を与え、防御率も 4.55 まで上昇したが、自身初の2桁勝利を挙げて、奪三振率も 8.7 をマークするなど、まずまずの成績を残した。2016年もローテーションの中心に据えられ、35試合中28試合で先発登板した。防御率 4.26、12勝8敗、ホイップ 1.31、168奪三振という前年とほぼ同水準の成績を残し安定感を見せた。トロントブルージェイズとのアルクスでは第3戦に先発登板したが趣味のドローンをいじっていた際に負傷した小指から再出血したため1回途中で降板した。ワールドシリーズでは第2戦と第5戦で先発したが、いずれも4回で降板し、敗戦投手となった。2017年は5月までは10試合で5勝4敗、防御率 6.00 と乱調であったが、夏場に調子を上げ、7月21日のブルージェイズ戦から9月10日のボルチモアオリオールズ戦まで9連勝を記録。最終的には防御率、ホイップこそ前年と同程度であったものの、リーグ4位タイの17勝を挙げ、奪三振率も規定投球回に到達した年では、初めて 9.0 を上回るなど、先発投手として成長を見せた。2018年は開幕から好調を維持し、自身初のオールスター選出を果たした。8月11日のシカゴホワイトソックス戦で、右足首に打球を受け疲労骨折したことで、14日に故障者リスト入りし、約1ヶ月離脱した。シーズントータルでは、離脱の影響で登板こそ28試合と前年から減ったが、12勝6敗、防御率 2.21、奪三振221、ホイップ 1.09、FIP2.44 の好成績を上げ、キャリア最高のシーズンとなった。2019年5月19日、2019年7月28日のカンザスシティロイヤルズ戦で4回1、3、9安打8失点で8敗目を喫し降板を告げられると、自身の投球に怒りを爆発させ持っていたボールをバックスクリーンへ大遠投し、物議を醸した。後に謝罪した。インディアンスでの成績は24試合に登板し9勝8敗、防御率 3.79 だった。2019年7月30日に三角トレードの一角としてシンシナティレッズへ移籍した。移籍後はしばしば炎上するなど振るわず、移籍後の防御率は 6.39 に終わった。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンに、その中で11先発して防御率 1.73 で最優秀防御率のタイトルを獲得した。5勝4敗、100奪三振、ホイップ 0.79 の好成績を残した。特別ルールの7イニング制ではあるが2完封もしている。ポストシーズンではアトランタブレーブスとのワイルドカードゲーム第1戦に先発登板して 7.2 回無失点の快投を見せるも打線が沈黙し延長13回の末0-1で敗戦。そのまま敗退した。オフに FA となり球団から1890万ドルのクオリファイングオファーを提示されたが、11月4日にこれを拒否した。2021年2月5日に自身の YouTube チャンネル上でロサンゼルスドジャースと契約したことを発表し、11日に正式発表された。契約内容は3年総額1億200万ドルで、2021年の年俸はマイク・トラウトを上回る歴代最高額の4000万ドルになると報じられたが、後に訂正され、2800万ドルと発表された。また2021年と2022年のオフには契約を破棄して FA になれるオプトアウトの権利が含まれている。背番号はレッズ時代と同じ27。体格は大きくないが全身を使ったダイナミックな投球フォームはティム・リンスカムを彷彿とさせる。オーバースローから速球は91から96マイルパワーで動きを伴う。変化球ではカーブの評価が特に高いが、優れたチェンジアップ、今後の伸び台があるスプリッター、スライダーも持ち合わせており、奪三振率が非常に高い。試合前のウォームアップで遠投を行うことで有名で、その距離は450から475フィートに達する。先進的な練習方法を積極的に取り入れていることでも知られ、重さの異なる球を壁に投げつけるトレーニングや、動作解析によるフォームの改善、あるいは高速度カメラによるデータ分析で一流選手の球種を得得しようとするなどしている。また、週3日登板制を主張しており、2020年には一度であるが実現させた。ありがとうございます。